森下翔太の決勝スリーラン有言実行だった。負けの連鎖にピリオドを打った阪神森下翔太外野手23が0-0の8回に死1三塁左中間へスリーラン。セリーブワーストの開幕からの無得点を25イニングで止め、自身も12打席目で初安打となった。自分が打てば勢いに乗れる、一発で仕留められた。トシ君の活躍に胸を張った。オフは体の使い方など物理学的観点から打撃を見直した。都内のトレーニング施設リベース野池田則仁氏から指導を受け、週に約8-9時間机に向かった。前日30日には池田氏と LINE で理論を再確認し、明日はホームラン打ちますと宣言。有言実行の一打で中央大の先輩巨人阿部監督に初黒星をつけた。森下君、今日ホームラン予告してたんやで。トレーニングでお世話になってるところに明日ホームラン打ってきますってストーリーズに載ってたの。昨日自主トレ先の人に LINE でホームラン宣言して有言実行してる森下翔太、今日の勝ちはめっちゃ意味ある。有言実行の森下君かっこよすぎる。森下選手はなんと明日はホームラン打ちます宣言を見事に成就させたというのか。2年目のジンクスなど全く関係のない今シーズンの飛躍を期待したい。まずは明後日からの名戦でクリーンアップが揃い踏みで爆発してほしい。ほんま森下は持ってるわ。初戦の梶谷のファインプレーなければ勝利打点だった可能性も高かった。今年も勝負所での活躍期待しています。チームがまだ勝っていないどころか得点すら上げれていない試合、まだヒットがない中チャンスの打席でゲッツーを怖がらず初球を振り抜いた森下にあっぱれ。大山の次の4番は森下がふさわしい。来年は前川3番、照が5番でのクリーンアップを期待。森下は本当チームを変える何かがあるような。本当は大山にって思うのは求めすぎか。スポーツ選手、土壇場で活躍できるかどうかは性格次第。彼はいいもの持ってるよ。相変わらずチャンスでしか打たない森下だが、それがいい。彼は今年も持ってると思った。森下が阪神に来てくれてよかったと心からそう思うよ。本当あいつはいいとこでしか打たんな。 W 森下はチャンスになるとアドレナリン出て集中力増すんかな。メンタル強すぎるな。昭和を感じる。普通に打撃の天才ちゃうか。あれ、あのフルスイングでコンタクト率すごいし、それでいて右に持てるっていう。森下パパが翔太は子供の頃から勝負強かったと言ってたから伝世のもんなんやろな。明日ホームラン打ってきますってほんまに打つやん。野球漫画の主人公ですか。わら、これはヒーローそのもの。オープン戦でも有言実行してたよな。何者 W。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。